具体的に自分がこう自分の人生のストーリーを考えてみることの大切さみたいなことについて語りたいんですけど、はい、今まで純子ちゃんって自分で理想の人生のストーリーを考えてみたことってありますかあ,ー、まああああまのそのそそ過去にそうういいった経験があるかという意味で言えば 英語を勉強し始めた頃は、はい、なんかイメージが、イメージだけあったんですね。なんかその海外の人と話していて、リュウジュウに話していて、うん、ディスカッションできて、で、はい、それを仕事にも活かしているみたいな。うん。それを考えるとなんかワクワクするみたいな。うん。でそれはなんか、うん、ういつの間にか、 やってたなーって振り返ると思うんですけど、そういうことをこう人生で見ればいいということかな。そうそう。だからこれは別に多分自然にそのビジョンっていうかねあこうなったらいいよねみたいな感じの、うん、あのー、ストーリーが浮かんできたと思うんだけど、うん、それをこうなんていうのかな。せ 積極的に意図的に考えるっていうのが今日のお題になります。ストーリーなので、その一つのこう、うん、場面こんな場面が楽しそうっていうより断片的なビジョンというよりは、うん、なんかこう、うん、物語性があってっていうことですよね。そうね。だけどそれをなんか急に考えるのっていうのはやったことない人にとっては非常に難しくて、うん、うんうん。 うん、どうしても今,今までの自分のやってきたこととかあと住んでる環境とか今の経済状態とか、うんえー、い,いろんなその今まつわるさまざまな要因が自分のストーリーを作るときにどうしてもなんていうのかな邪魔してくるっていうのが強いんですよ。うん 例えばハワイ住みたいなってストーリー作ろうとしてもえでもさってなんかお金はどうすんのとかさ、うんうん、とかえでも英語喋れないから難しくないとかアメリカは今ビザが降りるの難しいからそれはちょっと現実的に考えて無理だよねとかいそ,のそっちが強く出ちゃうというかうん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 ,うん、うん、なのでどうしてもストーリー考える際にそのいろんな 今持ってるものがやっぱり自分のストーリー性を邪魔してくる作らせないその抵抗がすごいそこって強い場所なんですよね。だから急にまあ理想のストーリー考えてみましょうって言われてもうまあ考えるのがちょっと難しい人にまず最初にやってほしいのはえっ、ー、とね どういう気分を味わうことが自分が一番嬉しいかっていうかうん、うん、気分をまずちょっと考えてみるといいかもしれないですストーリーを考える、うん、あの前にね例えば、えっと、私だったらどんな気分を味わうのが好きかって言ったらやっぱりその美しいなって思うのがすごい好きだから うん、美しいなと感じるような体験をいっぱいしたいとかね。うんうん、とか、あのー、人とこうなんか分かち合ってそこで感じるあなんかつながって嬉しいなみたいな、うんうん、共感共鳴できることって本当に素晴らしいよねみたいな私これ大好きみたいなのあるじゃないですか。そ、うん、そしたらその えっと人と分かち合ったり共感共鳴できるこの感じが好きみたいなそういうその感情面で何を味わいたいかっていうのをまず自分で考えてみるところからスタートしてもいいかもしれないです。うん,うん。これね結構いろいろみんな違うんですよ。なんかこう、うん、ワクワクスリル満点な感じが好きな人もいるし、うん、うんうんなんかいつもこう。 穏やかよりは激しい感じの方が好きな人もいればなんか湧き上がってくるどうなるんだろうみたいなちょっと怖いのが混じった方が楽しい人もいるし、うん、あの好きな映画自分が一番好きなジャンルの映画は自分があの望んでるストーリーとちょっと近いかもしれないです。ううううんうん、うん、うん だから自分が好きな映画はなんでこれが好きなのかっていうのを考えてみるとなんか例えばさヒーローがそのいろんな困難を乗り越えてその大事な人を助けに行くとかあるじゃない、うんうん、そういうのが好きな人はやっぱり自分もそういう経験をどっかで味わいたいと思ってたりするから、うんうん、ヒントとしては。 自分のストーリーをパッてバーってもう書ける人はどんどん自分の理想,理想のストーリーを書いてみてほしいんですけど全然イメージつかなかったら自分が好きなジャンルの映画とかどういうところがどういうふうにこう感動するのかとかどこにときめくのかっていうのとかところから拾っていくのもいいかもしれないです。うん。うん。そう。でそれのじゃあ それがでなぜこれをやった方がいいのかっていう話になってくるんだけどはいはい自分の人生は自分で作ることができるっていうのは前どっかで喋ったっけうん喋りましたよねはい、うん、だから自分の人生をどんなストーリーに作り上げていきたいのかっていうその 決めるエネルギーっていうものがここから先の,あの決めた人の人生のストーリーを作り上げるなんていうのかなエッセンスがそこにあるからそのエッセンスに物事や出来事や人やシチュエーションが与えられるっていう考え方なんですね。うん、うん、だけど 自分がその物語を考えたところでそんなことになるわけないってもしそ,のそういう思いがよぎるんであったらそのストーリーは、えー、とそんなことあるわけないよねっていうストーリーになっていくんですよね。これわかるかな、うん、違いが、うんうん。だから多くの人がなんかこうなったらいいなとかこうこんな風になったらいいよねとかちょっとふとよぎったりすると思うんだけど でもいやそんなこと難しいよねとかそんなのなかなか現実的に無理だよねっていうそっちのエネルギーの方がストーリーになっていくっていう考え方なんだけど。わかるでそれを自分でイメージしたストーリーを例えばその身近な人に喋ったり友達とか,なんか家族とかに言っても そのな何にそんな夢見事言ってんのとかさ、うん、現実的にそれはありえないでしょうとか何かこういろいろ言われたりすることも多いと思うんだけど、はい、それがそのまた自分が決めたストーリーを進ませないなんか外側がねその邪魔してるように感じる出来事っていうのも決めるとやっぱり増えてくるんだけど。うん うんうん、でその周りに言われたさまざまな「それはちょっと無理だよね」とか「このご時世ではなんとかだよね」とか「うんうん、今からはちょっと無理なんじゃない」とか言われたりするとそっちの方の言葉に影響されちゃってそもそも自分が決めたストーリーじゃない方向に進んでいっちゃうっていう感じなんですよね。うんうん、だからこのあなたの理想の人生のストーリーを考えてみると あのそれにまつわるさまざまな私たちから見ると一見邪魔されたり障害的なことがたくさん起こってくる中でそれでも自分がこう決めたストーリーをやっぱりこう私はこのストーリーで生きたいっていうふうに思い続ける。 エネルギーが、それを具現化させていくっていう感じなんだけど。でも、ここが難しいんだよね、うん、多分ね。そうですね。うん、うん、そこがちょっと、大変なところかなどど。ね、どこら辺が一番難しいんだろうね。うん、うん、でも、なんか、その、それを共有できる仲間がいる。っていうのが一番いいと思うんですけどね、本当はね。 あーなるほどね。ででもももだから私それもストーリーリにいつも入ってるんですよねああの自分の理想のそう理想のストーリーを考える中に、うん、例えば何か私がやることにいつもこうなんていうの共鳴してくれたり共感してくれたりして、うん、それを一緒にクリエートしている素晴らしい仲間がいるとか。 ストーリーリは必ず登場させてるんんんですようんうんうん、だからいつも私がやることは必ずそういう人物が現れるようになっていてあのよく「なんか手伝ってくれる人いていいですよね」とかよく言われるんだけど、うん、それはその私が先にそのストーリーをね決めてるからなんですよね。なるほど うん、私は全然手伝ってくれる人いないんですよとかよく言われたりするんだけど、うん、だから全部自分で一人でやんなきゃいけなくてとか言って言ってるんだけど、うん、それは単純にそのストーリーがそのみんなで一緒に自分の好きな世界観を作り上げていくって物語になってないのかもしれないですよね。だからそこまでこう自分が 誰とどこで何をどんな風にしていきたいのかっていうストーリーをこう理想のストーリーを考えれば考えるほどその自分のストーリーにすごいぴったりなあの素晴らしい登場人物が現れるわけですなんか、うん、そのストーリーを自分で作った中に自分やっぱりその共進 共鳴し合えるような仲間が仲間のコミュニティが大きくなっていくみたいなイメージがあったんですけど、うんうん、そういえばなんかそれが確かに今ちょっとずつなんか育ってきているから実はストーリーの中にもいるのかもと思いましたそう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 うんあちゃんと自分でそこを思い描いてたなっていうのを なんかわかるじゃないですか、うんうん、だからそ,そこまでだんだん見えてくるとああやっぱり自分が思い描いてるからこうなってるんだよねっていうことを気づいてきて、うんうん、そうするとどん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 だから先に自分でじゃあじゃあもっとこうなってこうなってって言ってそのストーリーをどんどん書き進めることができるんですよね。うんうん、だから偶然なんてあの 偶然っていうのはこの世界にはないので、うん、必ず必然的に起こっている出来事の繰り返しなんだけどうん。で自分は何も決めてないって思いがちなんだけど日々の自分の頭の中の思考はいろんなことを知らず知らずに決めてるので、うん、どうしてもそのストーリーのその流れが起こってくるっていう感じ。例えばあの まあ、自然の流れとか見てればわかるんだけどその川の流れとかってさ、えっと、いろんな障害物を越えながら海に流れていくじゃないですか。はい、なんか岩があったりなんか枝が流れてきたり、うん、ちょっと途中でつかかっちゃったりなんかして、うん、その川ってこう山から流れてきて、うん、いろんなところをこうくぐり抜けながら海に流れていくんだけど。 その私たちが望んでるなんか望みを叶える理想を叶えるってまっずーっとまっすぐだと思ってるから、うん、ちょっとでもなんか曲がりくねって見えなくなってくると不安になんだと思ううんんですよ、うんうん、だけどそのこの世界の自然のエネルギーっていうのはまっすぐってことはありえないので。 くねくね下ったり途中でなんかくぐったり地下水通ったりなんかしながら、うん、最終的に海に流れていくっていうその水の流れ一つとってもあのいろんなところをこう見えない先が見えないっていうところもくぐり抜けながら最終的に水っていうのは海にたどり着くんだけどなんかそんな感じです。うん、で不安になるのは多分そのなんだろうな。 いすごい大きい岩が出てきたりとか、うんうん、で地下に入っちゃって何にも真っ暗になって見えなくなっちゃったりとかそういう時にもうほら違うじゃんみたいな。うんうん、で不安になってどうせやっぱりあの自分が思い描いてたまっすぐの道とは違うからどうせかなわないんだみたいな風に思っちゃうのかなと思うんだけど。うん、うん、そうですね なのでその決めたらそうなるんだっていうそこまでたどり着けると,、えー、と岩が出てこようがあの地下水に地下に潜ろうがいやこれは必ずたどり着くんだよねって分かってるとたどり着けるんだけど、うん、多くの人はやっぱり <laughs> なかなかそ,のそこに確信を持つっていうのがちょっとまだ難しいのかもしれないですね。うん、そう決めるって結構 大きななことなんですよね、うん、そうだよね。うん、うん、でもさ、あのー、自分の理想を思い描いてそれをそのストーリーを生きてみようって決めてうんそれをそれを大事にしながら生きてるだけで楽しくないですか確かにそうですね。うん、私はそうん そっちの方がた楽しいので夢理想が叶う瞬間ももちろん楽しいんだけどそれを大切にしながら生きてる自分が好きっていう感じなんだよね。ううううん、うんうん,うん、うん、だからどんな出来事が起こってもいやなんか全てが多分自分の望んでる理想にこれ向かってるんだなっていうふうにしか見えないっていうか。うううんうん、うん,うん、うん だからそうなってくるとあの周りの影響とかさほど受けなくなるしそのいろんな障害に思えるようなこともいやこの障害をくぐり抜けると多分自分が行きたいとこ出てくるんだろうなとかね自分の理想が具現化することがゴールなのではなくて決めてそれを楽しむ自分を 大切に生きていくっていうストーリーにしていくとごくごく自然にそれは何の抵抗もなく叶えられやすいっていうのが、うん、今日の話の一番伝えたいところですけど、はい、で具体的に、あのー、ストーリーにならないんだったらまずこう過剰書きでもいいからこういう感じがいいこういう感じがいいみたいなこうなったら嬉しいみたいに。うん ちちょょっっっとととババラバラででもいいいいいのままずちょっと書いていとってほしな思す、はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.